皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、私の実の妹に来てもらってます。こんにちは、めいです。実は私たち、まあ、姉妹なのでね、この子も、トリリンガルなんです。日本語と中国語と英語のトリリンガルです。で今日はですね、私たちがトリリンガルになったいきさつと、家で何語を喋るか、これさ結構プライベートで聞かれるよね。うん、めっちゃ聞かれる。何語で喋ってるかとか、何語で考えてるかとかと、私たちが喋れる言葉の中で一番得意な言葉と一番苦手な言葉を今日は皆さんにお話ししたいと思います。感じでね、今日はね頑張ろうね。ね、頑張ろう。じゃあまずは私たちがトリリンガルになったいきさつからお話ししたいと思います。まああれよね、日本で生まれてるから2人とも ね。私は6歳まで日本にいて、私は4歳まで、4歳、めめ4歳までいて、最初だから4歳までいて、でその後に中国に4年間住んでたんだよね。その時さ、中国語さ覚える時どうだった？めめ大変だった？いや全然もう幼稚園の時からもう全然ペラペラ、バイリン入った時から喋れてた。入った時からもう基本話せた。あ、本当？なんか私さ、小学校入ったばっかの時あんま喋れなかったんだよ。なんか意味は分かってたんだけど、多分その返し方とかがあんまり分かってなかったから。そうだったの。全然周りに、幼稚園の時に一人だけ日本人の子がいて、他の人全員いたの。いたっけ？レナちゃんって。まだ名前もちゃんと覚えてる。まあそういう感じだよね。それで、まあ、英語が喋れるようになったのが、私が10歳こっちに来て、メメが寝て8歳の時に、小学2年生、小学校に行って、それで You kind of have like learned to speaking、 そういう感じでね、言葉を覚えることになりました。はい。まあでもね、子供の頃だったから言葉を覚えるってそんな大変じゃなかったよね。結構すんなり、ね、すんなり入ってきたよね。ね、これが、プライベートでよく聞かれるのが、家で何語で喋っているかっていう質問なんですけど、私と妹は英語で喋ることの方が多いです。たまに日本語混ざるよね。でもさ、メメと喋るときあんまり中国語混ざらない。中国語ね、めったに混ざらない。日本語の単語とかちょこちょこちょこ入るけど、基本英語。なんかお母さんとかお父さんが中国語しか喋れないから、そうおじいちゃんおばあちゃんとかだから普通に中国語でコミュニケーションを取ったりするけど、でもおばさんとか英語喋れる人とは英語で喋っちゃうよ。なんか私は結構喋る人によってもなんか合わせちゃう、その人によって。あ、結論、家では日本語使わない。お母さんとかとは日本語使わない。使わないよね。なんか今もこうして動画で撮ってずっと日本語で喋ってるんですけど、私が字幕書くのめんどくさいからできるだけ日本語で喋ってねってお願いしてるから今日本語で喋ってくれてるんですけど、普段はマジでこんなに日本語で喋ることがないから、ちょっとね、なんか不思議な感じするよね。Doesn't it kind of feel weird? 別に中国語だったらすごく違和感あるけど、ちょっとやってみようよ。你昨天在干嘛？我昨天啊，我昨天。你不是刚刚跟我讲你昨天在吃拉面吗？啊，对，我昨天去吃拉面，我很喜欢那个什么，日本拉面。你最喜欢哪里的日本拉面？重庆。はい、じゃあ次。次は何語で考えてるか。これもね、よく聞かれるよね。全部何語で考えてる？ね、なんか何語もない。やっぱりさ、考えてさ、そんなに言葉にしなくても、なんかお腹空いたって言葉にしなくても考えれるじゃん。でも、ああ、なるほどね。例えばこのあと何言うかとか、例えば今も動画撮ってる時、このあと何話すかとか考えるのももちろん日本語、日本語で話すから日本語で考える、で例えば仕事の時も、まあ、英語で考えたり、学校も英語で、例えば家族と話す時には、まあ、中国語で言葉整理してるし、なんか私もそうなんだけどさ、やっぱそのシチュエーションで次何語を使うかによって何語で考えてるかっていうのは変わるよね。私とか例えば中国人の友達と久しぶりに遊びに行く時とかは、遊びに行く前にめっちゃ中国語の曲流して、自分のなんか心のさ言葉スイッチみたいなのあるじゃん。そうだから中国語のスイッチをそれでオンにしたりする。中国語の曲来て聞いてすごいインプットしたりとか。でも考えてる時はなんかメメと同じで、その感覚ってなんか分かってくれる人には分かってくれると思うんだけど、なんかお腹空いたっていうのは感覚であって、言葉で実際に I'm hungry とか or とかお腹空いたとか考えなくても、こう感覚なんだよね。こういう感じだよね、心の中で。何語で考えてるかって聞かれても、その時々によって変わるよね。数字とかは中国語？あ、私もそれは多分あれだよね、中国語で数学習ってる。そうあれやってみてよ、九九を中国語で言ってみて、五の行やってみて。一五得五二五二十三五十五四五二十五六三十五七三十五五八四十五九四十五考えるの。次が最後だね。じゃあ最後に私たちが一番自分の中で強い言葉と一番弱い言葉についてお話ししたいと思います。
私は多分皆さん分かると思うんですけど、日本語が一番得意です。で、一番下手なのは英語です。で、私が一番強いのは英語で、だよね。一番弱いのが中国語。そう、同じ姉妹でもなんでそんなバラバラになるのってよく聞かれたりするんですけど、それはもうね、環境なんでね。なんかよくね、言葉ってじゃあ学校ここで何年行ったからこの言葉の方が強いとか、実はそういうわけでは全くなくて、一番大事なのは周りに何語で喋る人が多いかなのが一番大事だよね。私の周りは中国人と日本人の子がすごく多くて、だからもうハワイに確かに住んでるんだけど、ずっと日本語と中国語を喋る機会の方が多かったから、英語が必要以上に伸びなかったんだよね。逆に私は、うん、だから、うん、アメリカ人の友達がメインだから、まあ周りあってもほとんどローカルの子だもんね、うん、なんか中国語の友達みんな関東語だったから、はい、通じなかったから。中国語っていうのはその場所によって地域によって全然発音とか文法も場所によっては変わるみたいなので、私たちは2人ともに北京の小学校に行ってたから共通語って言われてるマンダリンしか喋れないんですけど、関東語とかマジで何言ってるか分かんないよね。うん、分かんない。なんか上海語だったらお母さん側が上海語だから分かるんですけど、例えばマンダリンでご飯を食べるというのは吃飯、吃飯って言ってね。でも上海語で言うとチョウェ、ちょっと発音変かもしれないけどチョウェって言うし、で広東語だとセファン、セファンって結構言われてるのか、それってじゃあ中国語って言葉がいっぱいあるのか、みんな方言なのかって、私はどっちでもないよね、独特だと思う。なんか方言にしては違いすぎるし全然わかんないんだ。でも言葉にしては近すぎるんだよね。そうだよね。そう、だからなんかその中間ぐらいなんじゃないかなって私は思う。なんかね、I think like they need to make another term for it, for Chinese style. どれだけ違うかっていうと、琉球語も沖縄弁とかじゃなくて琉球語と普通の標準語、日本の標準語とぐらい、中国と各地域の言葉にはそれだけ差があります。さっきまあ話ちょっとずれちゃったんで戻すと、まあ私は英語が必要以上に伸びなかったのと、でも逆になんで日本語が2番目ってことでしょ？それはね、大学で、まあ仕事、ホテルで働いてる、ホテルで働いてたし、うんうんうん、その前ではそのクルーズ船で主に日本人の観光客と話してて、やっぱり中国語って家族としか話さないから、うん、そうよね、そんなに必要ないし、もう今日何食べるのとか、うん、そうだよね、もう本当、ね、簡単な言葉使ってないけど、お客さん、日本人のお客さんだとさ、やっぱりちょっと、うん、お客様と話す時ってね、やっぱ言葉とかもちゃんと選ばなきゃいけないし、うん、そうだよね、でそういう基本的なコミュニケーションだけだと仕事にはならないから、うん、で、やあと高校でも日本語取ったし、あ、クラス取ってたよね、うん、JLPT とか、あ、日本語能力試験とか、アメリカ人用の日本語能力試験と、うん、大学では日本語の専攻も取ってるし、論文とかも書いたりするから、それすごいよねっていう感じでね、この子はね、日本語が2番目に、ね、強くて、で順番として私が日本語、中国語、英語で、メメが順番にしたら私が英語、日本語、中国語です。いかがでしたでしょうか。私たちね、2人ともまあトリリンガルっていうね、3カ国語を喋れるということになるんですけど、まあ、それぞれね、強いところが違ったりとか、学んだいきさつがね、若干違ったりとか、年によって、あと環境によってもすごく変わるのでね、面白いよね。面白いね。メメって逆にさ、私以外にそのトリリンガルの子って周りにいた？いない。あ、いないんだ。全然いない。ほんと。トライリンガルってレベルあるじゃん。あるね、トリリンガル。ちょっと、バイリンガルだけど、例えばなんか、うん、英語と日本語でちょっとだけ韓国語を話せる子とかはいたんだけど。まあ、それはカウントしないね、それは。申し訳ないけど。意思疎通がさ、こう、流暢にできないと、トリリンガルとしてはカウントできないよね。私は周りにね、結構いたんだよ、私以外にも。日中英喋れる子が2人いて、で、イタリア語と日本語と英語喋れる子が1人いて、韓国語、日本語、英語の子も1人いたんだよね。周りに4人ぐらいいて、インターナショナルな子と多分一緒につるんでた時が多かったから、意外とね、トリリンガルもね、いるんですよね。なんかやっぱりさ、アメリカ人ってそんなにバイリンガル、なんかバイリンガルが少ない。なんかアメリカ育ちだと、英語しかできない子が多いよ、ね。アジア系の人は、なんかバイリンガルが多い。まあ、英語喋らなきゃいけないっていうのがあるかもないね。はい、この動画が少しでも面白いなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。